NBDC は科学技術振興機構 JST の一部署です。 JST は事業の柱を6つ持っていて、 NBDC の活動は科学技術イノベーション基盤の強化に属します。同じ柱の中にリサーチマップや J ステージといったサービスも含んでいますが、これらのサービスは NBDC とは別の部署が提供しています。 NBDC の活動は主に3つに分かれています。中核的データベースの整備、統合利用基盤技術の開発、基盤的ウェブサービスの提供、これら3つの活動についてご紹介いたします。1点目の中核的データベースの整備、分野ごとに中核的な研究データベースを統合化推進プログラムというファンディングを通じて整備しています。研究データを効率的に利用する情報環境の構築を支援するものです。このプログラムの責任者である研究総括は九州大学の伊藤隆先生です。ここに記載しているのはプログラムの公募要領に掲載している伊藤総括による運営方針の一節です。この中で、日本の研究環境が十分と言えなくなっている中、公共データを整備し提供していくことが研究の機会均等と多様性維持のための実効的な手段になると伊藤総括は述べ、生命科学の研究スタイルの変革を見据えて幅広い層の利用者に開かれたデータベースの構築を支援するという方針を掲げています。この方針の下で統合化推進プログラムでは現在14件の課題を支援しています。多くの方が聞かれたり使われたりしている KEG、PDB なども本プログラムがその活動をサポートしています。この2つのデータベースではそれぞれの開発者がデータベース開発に関連して賞を受賞されています。一方、2022年度、2023年度の2回の公募では育成型という枠を新たに設けて、各年度3件ずつ合計6件を採択しています。この育成型は将来性を重視し、独自性の高い新たな構想を持つデータベースの発掘・育成を目的とするものです。活動の2点目としては、研究データの整理・統合、高度な利用環境の開発、アプリケーションの提供などを通じて、生命の統合的な理解促進、研究データの応用・利用の加速を目指しています。この研究開発は、この講習会を共催しているライフサイエンス統合データベースセンター、略して DBCLS において実施されています。左の部分は DBCLS のサービス一覧ページのトップの部分です。この下にずらーっとサービスが並んでおり、この多くが NBDC の事業の一環として開発されたものです。公共のデータを加工し、実験データの解釈、大規模データ解析、データベース開発などに利用しやすくするツールを提供しています。右上はその一例、日本人のバリアント情報を整理統合した統合バーです。国内のプロジェクトなどで生み出されたゲノムデータの解析から各種のバリアント情報を提示し、海外のデータと比較することで日本人固有のバリアントなどを確認することができ、それらがどういった疾患と関連するかなどの情報も得られます。右下にもう一つご紹介しているのが統合テレビです。データベースやウェブツールの動画マニュアル、プレゼンに役立つ各種イラストのほか、講演動画も掲載しておりまして、本日の講義も後日、統合テレビから公開します。3つ目は、基盤的ウェブサービスの提供です。NBDC が直接3つのウェブサービスを運営しています。1つ目のインテグバイオデータベースカタログは、いわばデータベースのデータベース。生命科学に関する国内外の2500件を超えるデータベースの情報を分かりやすく整理しており、日本語、英語、どちらでも検索可能です。生物種やデータの種類などでの分類もされています。普段使っていらっしゃるデータベース以外にも、ご自身の研究に関係するデータベースが他にもあるかもしれません。一度は覗いてみることをお勧めします。2つ目の横断検索は、生命科学に関する研究データベース、特許情報、また文献情報を一挙に検索できる、いわば生命科学版の Google 検索です。先ほどのデータベースカタログは、どんなデータベースがあるかを検索するサービスでしたが、こちらではデータベースの中の個々の情報まで検索できます。自動で日英英日翻訳もして検索します。
検索対象は現在793件のデータベースです。最後3つ目の生命科学系データベースアーカイブは、研究データセットを NBDC が預かって公開するものです。こうした研究用リポジトリは近年いろいろなものがありますが、このアーカイブの特徴は受け入れ可能なデータ容量、1データセットあたり最大1テラバイトです。また会議ビューアーがあるのも良い点だと思います。近年データセットのサイズは大きくなる一方ですので、ダウンロードする前に中身をさっと見たいといった要望にもこのアーカイブなら基本的に全てのデータセットで可能です。以上、駆け足でしたが NBDC の活動をご紹介しました。